こちらは森岡優輝選手です。この試合2人の目論見というかですね、肘膝で勝ちたいで、はい、トゥルルらしい試合をしたいというのがまるっきりこう共通してまして、はい、でも意外とそういう時ってどっちかが裏返ってくるんじゃないかという気もしなくはないんですが、お互い噛み合えば本当にレッドルールらしい面白さが出る試合になるとは思いますけどね。そうですか。こちら森岡です。森岡選手は去年からずっと新宿フェイスでの試合が続いてたんで、後楽園ホールで試合がしたいと言ってたんですけども、一応念願かなったんですが、前回負けてからの後楽園ホール出場というとなって、本人としてはちょっとこう複雑というか、そういうところがあるんですね。だから後楽園で勝ちたいというのが強いと思いますね。はい、レッドルール、その肘で派手に勝ちたいというコメント通りの展開になるのか、あるいは全く違った豪快なパンチあるいはキックで決まったりするのか。ちなみにバズーカ選手は後楽園ホールはお好きですか？まあ戦う場所はどこでもいいですね。どこでもいいですか？特にどこが好きとかないですか？好きとかはそうですね、まあ、どこでも戦えれば。なるほど。この試合はお互いに手数が出ていますが、まだ様子見という感じはあります。ここはレッドルール首相撲ですが、ブレイクを命じましたレフリーです。もともと森岡選手の方が、はい、階級一つ上で、今回はスーパーバンタムに近い契約になってますけども、はい、石川直樹選手は本来はもう一個下の 52.5 でやりたい、53ですね、53でやりたい選手なんですよね。身長差もありますね。はい、はい、まあ、そういったところがどう影響するかというのも一つあると思うんですが、はい、1ラウンド半分が経過しました。この試合はここまで結構動きが激しいですが、バズーカさん印象どうですか？そうですね、若干体格差を感じるような気もします、ね。まあ、それはやはり本来の階級からすると森岡の方が上っていう部分なんですかね、これね。そうですね、激しい首相撲ですが、右が伸びてきた森岡。石川選手は森岡選手がそのなんていうんですかね、長身とリーチの長さを普段から生かせてない印象だっていうふうに言ってて、あとも以前の所属先で、長身の選手がいたんで、その選手をずっと練習してたっていうことなんで、まあ、本人は問題ないと言ってるんですけどね。今度はボディーブローです。こういうところもリーチ出ますよね。そうですね、まだボディーブローです。森岡今度は膝を出します。そして首相撲は、第1ラウンドも残り時間はほとんどありません。第1ラウンド終了です。こちら石川直樹です。そしてこちらは森岡優輝、年齢差は8つ、身長では森岡がまあ4センチほど上回っています。そして坂崎さんの話にもありました、本来は階級でも森岡がやや上ということはありますが、今日の試合は 54.5 キロ契約ウェイト、森岡のボディストレートが決まった場面です。ゲストはバズーカ浩樹さんですが、このインターバルの時の指示というようなものは、バズーカさん割とストレートに耳に入ってくる方ですか？そうですね、そうです、
それがしっかり次のラウンドに生かせるみたいな。そうですね。第2ラウンド始まっています。このあたり両選手にはセコンドからどういう指示が出たか。森岡がやはり第1ラウンドからそうなんですが、やや前に出ているのは森岡という印象があります。背の高い方が森岡。はい、1ラウンド終わって森岡選手の方はあんまり組まれたくないと思ってるんじゃないかと思うんですけどね。だからやっぱりあの石川選手が上手いのが結構出てましたので、はい、これはノーダウンです。肘を出した森岡、いいタイミングでジャブも伸ばしています森岡。なんとか石川も反撃の仕掛けといいますか、少し前に出てというような姿勢を見せています。この首相撲ではレフリーはブレイクです。石川が出ようとするところ、よくこの森岡の左のジャブというかストレートというか、そういうパンチが伸びています。互いにボクシングでいうところのジャブの差し合いみたいな形になっています。おアッパー、そして左フック、森岡のいいコンビネーションブローです。右、ラスト30秒、そしてボディへ。いや、大事なのにも高崎さんが話されましたが、このリーチ差というのはやっぱありますね、パンチだとね。森岡選手がいい距離を作れてるんじゃないかとね。はい、どうですかね、バズーカさん、その距離っていうのは見ていてどう感じられますか。森岡選手の距離で今戦ってる感じはしますね。やはりそうですか。ここで第2ラウンド終了です。石川選手もっと捕まえたいと思うんですよね。はい、そこに受けてないっていう。はい、こちらは石川直樹です。ちょっと2ラウンドまでは森岡のペースかなという雰囲気はありますが、果たして第3ラウンドどうなってくるか。バズーカさんはこの赤コーナーの石川のセコンドだったらどんな指示を出しますか。そうですね、もう、まあ、距離詰めて、まあそうですね、距離をもうちょっと詰めて、詰めた方がいいですかね。入り込んでいけってことですか。まあこのままいったらちょっと森岡選手にペース握られてると思うんで、そうですね、はい、まあ、このまままた同じだったら勝てないと思うので、はい、何かを変えないと。そうですね、第3ラウンドラストランドのゴングが鳴りました。おっと石川出てきました、ね、出てきました。森岡は今度はより積極的に、ここは首相撲レフリーブレイクです。石川ももうここは行くしかない、そういう状況になっています。第3ラウンド、よく森岡のジャブが伸びています。距離を詰められるか。森岡選手はちょっとペース乗ってますよね。はい、
カーが出ようとしてもなかなか出られない。森岡ジャブもよく伸びています。そして右、石川はようやく距離を詰められるか。しかしまた右のクロス、そして肘も出ます。森岡、あそこのしつこさですよね、石川選手は。あ、切れましたか、ね、切れましたか。今肘が当たりましたかね。石川いいぞ、その感じ。あ、森岡が森岡選手主将のためここでドクターチェックが入っております。再開です。石川が肘を出す。ラストラウンド第3ラウンドです。お互いに肘を出しています。大きなパンチ、森岡、そして肘も出しています。バズカさん、この首相撲全体の印象はどうですか。そうです、どっちとも言えない。そうですね、どちらでもないんですか、ね、残りは1分です。第3ラウンド、多分ムエトルールだったらもうちょっと石川選手がこう作る時間があると思うんですけど、はい、そうなる前にブレークがかかるんで、そこまでいけてない印象ですよね、はい、こうやってこう作りに行くんですけどね、あとロープにあれしちゃうんで、はい、残り30秒を切りました。第4試合のノックアウトデッド、54.5 キロ契約ウェイト、これでうまいですよね、はい、交代しながらも肘を出す森岡。第3ラウンド終了。最後は両手を高々と掲げた石川ではありますが、まあ、森岡もその後方で両手を高々と掲げていました。まあ判定どうなるかというところですが、まあ、手数から言うと、そしてクリーンヒットの数から言うと森岡なのかなという気もしますが、判定を待ちましょう。お待たせしました。判定結果をお知らせいたします。ジャッジ賞30対29、青森岡。ジャッジ先着29対29、ドロ ー。ジャッジアキア29対29、ドロー。以上、この試合2者ドローのため引き分けとなります。ドローですか。そうですね、これは失礼しました、延長はありませんので3分3ラウンドドローということになりました。森岡優勢のようにも思えたんですけどね。そうですね、ちょっと見ましたけどね、はい、